い、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン、ライブ配信始めていこうと思います。今回は都市の開発もやっていくわけですが、それとともにですね、ちょっとやっぱり気になるのが収支ですよね。支出がちょっとでかすぎるってことで、支出を抑えながらまた新しい部分の土地を開発していく必要がありますので、そちらを、やっていこうと思います。ぜひ見ていただければと思います。ということで、あと気になるのは、外部と接続、ほとんど商品ですよね。石油は全部で輸入で倒っているっていう感じです。あ、それからですね、大人の率が 40% しかないの、やっぱり気に合うところではありますね。はい、ツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。そして、YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。プレミア公開2日後、8日21時頃にから予定しております。ツイッター X、旧ツイッターの X のアカウントございます。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ということで、なんだこれ、観光か、観光客も見ることができるんだ。そうですね、ここら辺うるさいと。悩ましいところではありますが、これなんだろう、住宅のみか。え、これ住宅地なんだ。あー、でもだ、住宅地ここに置いていいのか。いや、ちょっとここもう、やめときましょう。成功上地にします。問題はこの資金なんですよね。なかなか増えない。増やしたいところではあるんですが、ただね、これ見てて分かる通り、レベル4とレベル5のもうほとんどそうなんですよね。ここもレベル2、3なんで、こ
こレベル2、3なんで、そんなに要素が増えるところがないんですよね。となるとやっぱり支出を抑えていかないといけないんじゃないかなって思います。なんだこれ、モノレールひどい、モノレール、いや鉄道か、鉄道はしゃあないもんな、これ貨物だもんな、意外と支出は多いけどな。なるほどね、こっちだと低密度の方が上がるんだ。あれ、これこういうの設けるとダメなんかもしれん。ここもやめとこう。ハイテク住宅ってなんだ、周辺の地下なんかあんまりな。高速道路には効果がないんだ。でもさ、通行禁止言うても、利用者の減少は確保してくださいってなってんな。でもな、これ分からんでもないんだよな。特にバスだよ、バスとかがもう満杯になってしまってるっていうのはある。あと利用者の減少によって問題はあるよな。わずかに増収、断熱効果、あ、そうなんだ。冬には辛い。あくまでこれ都市内移動だからな。変ですね。航空か。いや、禁煙だよ。もう禁煙に決まってる。リサイクル当たり前じゃないか。ペットを出す。これどうなんだろうな、悩ましいとこだな。この辺やめとこう。公園と広場を国中の戦争の的にしましょう。あ、でもこの条例増やすと条例増やすだけで費用がかかるじゃなかったっけ。しない、そう、この条例なんだよな。条例って謎だな。教育効果、仕事よりも教育を優先する。いや、何これ、教育レベルがわずかに上昇します。だって難しいな。
だからこう条例が増えるとなんか赤字になるんじゃないか説がある。お、結構これ地下鉄はいい線いってるような支出収入の額の差が。あとなんだこれ、あーこれ貨物線か。貨物線は分からんな、まだ。まあでもバス乗らなきゃしゃあないよねっていうところです。なんか運賃を値上げすることで上がるんかな。あとどうやってこれ石油掘ればいいんだ。ユニーク施設かな。モールか。これはすごいな。え、ゲームの本社なんてあるんだ。建設費はかかるけど、でも面白いかもしれないな、これ入れるのは。全然ありかも。でかい、とにかくでかいな。でもやってみよう。やっと傾斜が急だとダメとか結構制約がでかい。なんでつけられないんだ。なんか条件でもあるんかな。あ、つけられた。なんかすごいことなってんな、角打ち。台湾に置こう。水？あ、ここ水足りないんだ。本当だ。浄水道も悩みですね。ちょっとあの、ここら辺にもメスを入れないとダメだと思う。下水道あたりもバランスが悪いんだよな。この辺のバランスも上げていかないとな。能力は同じぐらいにしときたい。ちょっとかなり減ったな。そうなんですよね。なんでここか。結構ギリギリなんで、多分これ入れると赤字になっちゃう可能性は十分あるよな。今何パーセントだっけ水は。あ、でも結構高いんだな。あ、しかも、うん、
そうなんですよね。最大出力だからな、これあえて言うと。あと電力は余裕だけど、どっかに風力発電あったような気がするが、まずそうだ、地下鉄作ろう。地下鉄今こうなってます。なのでやっぱりここら辺に地下鉄敷かないとダメだよなという感じですね。でここの下に地下鉄敷いてっていうのをやっていこうと思います。いいでしょう、このぐらい地下鉄敷いても。逆にこうやって下り坂になるんだよな。だからあんまり良くないかな。あんまり下れない。なんでアップグレードできないのかわからん。ちょっと微妙に上げる必要があるのか、これ。
ここなんですよね、問題は。できないんだってなるんだろうな。つなげられた。OK。で、ここは。そうなんだ、駅を作らないといけないけど、駅のスペースをどこ、駅のスペースなんだよな。まあでも駅のスペース普通にここをちょっと駅にすればいいとは思う。急すぎるって言われるんだよな。確かに。絶対言われると思った。まあ、でも距離があれだから。そうなんだよな。距離がな、結構縦なんで、駅を作るのが難しかったりする。で、顔を渡らないといけないからな、ここ。まあまあ難しい。あ、でも渡れるわ。次の駅をどこに設置するかだよな。どのぐらいなのかな。基本的にあんまり貨物駅と接点がある必要はないからな。だからこの辺の地下鉄の駅としてはやっぱり。
こら辺だよな。なんでここ何地価が低すぎますって言われてる。なんでだろう。え、これって何区域？商用区域か。じゃあ地価低すぎるんやったら一旦はここは我慢して密度商業区域にもしとっか。難しいな。だって前の駅がここだろ。駅間ってどのぐらい開ければいいんだろうな。あれここなんで駅を作らないの。だいぶやばい。これ地価が減ってるって言われてる。え、やっぱりダメじゃん。あの変な条例は。うん、ちょっと。条例どこだ？オプションじゃなくて、地下の問題もあるんだよな。確かに。結構度もえらい上がってる。結構やっぱりうるさいみたいだな。機嫌いいんじゃないの。この辺は結構リスクが高いのかもな。こうかな。税率が 2%？ ん？でも増税したら多分それも合わせてオーバーしちゃうからダメだな。あまり意味がない。ハイテク住宅さ、少しだけ見なかったことにしてってやばいな。送信生産量が倍増、より効率的に寄与させますって、あんまりいいとは思う。全ての産業や企業は高等教育を受けた市民のみ。嘘だろ、怖っ。まあ、これでいいや。
ちょっとこのまま行くと住宅がやばくなるんで、住宅の需要が復活するまで待った方がいい。しないな。で、どこに置くかだろうな。まあやっぱりここかな。ただ こっちかもしれない。なんか急に本当に急だもんな。まだ需要が復活しないな。余計なことするんじゃなかった。でどこで見るんだ。地価が低いと住んでもらえないってとこか。でもここ地価低くないよな。あーでも高級住宅街だとやばいんだ。地価が下がるとこういうふうに問題になるんだな。
化問題がどんどん浮上してくるやん。低い問題を改善するかってとこだろうな。まあとりあえず一旦ストップ。とりあえずそのまま地下鉄を作り続けましょう。次の駅をどこに置くかだろうな。まあやっぱりこの辺じゃないの。で、あ、そうか、これ鉄道が通ってるとこなんだな。あ、こうなると無理なんで。あ、ここ通過できんだ。じゃあ次の駅どこに置くかだよな。それとともに、でもさ、ここ工業地帯だっけ？工業地帯じゃないな。そうなんだよな。地下鉄こう置くとして、こことここの間に地下がないから、バスで補うしかないよな、ここら辺は。しばらくは、まあもしくはここの縦のルートをモノレールにしてやるとかいうのはいいかもしれないよな。これモノレールなんだけど、モノレールに分岐線作ってやって、この辺りまでモノレールを建築するっていうのはありかもしれない。まあいわばモノレール、どれだ、モノレール右かな、ロープウェイ。こうなるんだ。で、道のここのところを、モノレール付きにすると、バスレーンもあるんだな。こんな感じで。でも駅付きのモノレール駅も作らないといけないから、ダメだ。じゃあこうか、違う、占領されてるって出ちゃってるん。ってことは、これ、
感じにするとどうなんだ、モノレール駅は。通常道路やモノレール接続できます。占領されていますってなってるから分からん。え、これってつまり初め作ってやらなきゃいけないの？この辺を。あ、そうなんだ。こういう風にして。あ、後から作るのめんどくさいな。急すぎる言われてるし、おまけに。あ、これが邪魔なんだ。でも、ここはまあ問題があって。これじゃあ低すぎるよね、まだ。じゃあ、こっちだったら、うん、そうなんだよな。ここまあ問題で、
で作られてるとこってされているって書いてるもんね。あ、ダメだ、これ高さが足りないとかじゃないの。高さが足りないんじゃないわ、これかかった。橋だからダメなんだ。でだからこれも高速道路の橋桁を変えてやる必要があるってことか。あ、狭いんだこれは。あんまとなるとあんまり良くないんで、いやこうだな。でこれはここはこのままでいい。つまりダメだ。さあ、で前回もここら辺だから。いろいろ複雑だな。こんな感じで。
で、これを微妙に下げることはできないのかな。ここまでか。で、あとは。ここ駅になってる、ここ駅になってる。じゃあまあこの辺だよな。スペースがあるのはこの辺だな。まあここら辺駅だと、ベストかもしれないが、そうはな、それちょっと難しいだろうな。例えば。まあこの辺に駅作れればいいけどな。まあ微妙なとこだな。つまり一回ここ落として、じゃあこっちだ。線は切るしかないな。切った上で、あ、なんか接続が途切れてる。OK。
と次がここか。ここだったらもうここだろうな。で、もう一個撤去する必要がある。そうか、こっちハンガーがあるから。下通せないかな。あ、通せるわ。通せるが、今度はここが邪魔になっちゃうな。つまり仮にじゃあ急すぎると出る。一段下げていいな。ここだ。で、こういうことだな。で、これ右に曲がらないといけないから、こんな感じになるな。で、ここで逆に海の上を通るんだけど、あ、ルートが占領されてるっていうことかな。これって、あ、道路脇に接続しないといけないのか。こういうことか。こういうことだな。ちょっとこれ移動してもいいかも。隣が隣でいいよな。
出た。この辺かな。で、あ、これ立体になってんだ。立体か、嫌だな立体は。ってことはこれは結構あの選択肢は限られてて、逆にこっちに。3車線でも行けるんだこの道、あの実は。高さがダメなんやろうな。違う、高さが足りない。あ、なんか施設な、施設か、施設があるからダメなんだ。最後。
こ渡るのはまあいいとして、ここはあの当然つけられるからいいとして、感じかな。これでモノレールの新路線を作った、まあ、こっから先はまた延長するかもしれないけど、一応あの先に進んだ方がいいのか、あ、こうだよな。で、高速道路があるからここはちょっと悩みどころだけどな。出口だろうな。まあこんな感じで行きましょう。地下鉄を続きでも作らないとダメだ。地下鉄じゃない、これは地下鉄だな。次の駅を先に作った方がいいかも。やっぱりここになりますね。
やっぱり。なんで占領されて、で次に小駅ができたんで、まあこの辺りだろうな、駅作るなら。道路を真下に作ることはできないんだな。実際のところ。ちなみに、ラストはここだな。そう、これって工業地帯？いや、工業地帯じゃないから駅を作る必要はないな。こうだよな、こういう感じで接続するから、これで路線を作ればいいわけだ。ここからここへ地下鉄がつながる一方、ちょっと待てよ、これさすがにやばいかも。ちょっとルート変えよう、さすがに長すぎるし。
クションにかかインターチェンジかかるのやばい。こう来て、で逆にこっちをこう接続してるけど、急すぎるって言われてる。急ってどっちの勾配なんだ？基本的には平坦だよな。つまり微妙に低いのかもしれない。まあまあいいや。じゃあ路線を作ってみよう。次はここか。で、同じく。
て、そうだな、いつからね、これで OK。 で、次にモノレールの路線も作る。と思ったが、ここに線が敷かれてない。いや、もうちょっと伸ばそう。なんか短い。なんでなの？OK、こんな感じか。すごいな、これ深い、本当に引っかかってるやん。で、路線を作らないとダメだ。路線はどうやって作るんだ。これこっか。でも、
新規路線を作りたいだけなんだが、なんでダメなのか。え、なんでなんで、なんか完成してない。やべえな。逆に モノレールの路線だけど、これだけ路線削除しよう。で、色を変えよう。さあ、これで路線を作ったぞ。モノレールじゃない、これ鉄道か。列車が来てる、モノレール。
結構費用かかってんのがなんだよな。こっちかでつも。最新路線がこれ。それぞれ路線の需要に合わせて客に色がつけられてますね。ガッカーンと落ちてるな。あと死者が結構出てる気はする。人口が減り出してるんだよな。予算問題があって、需要に合わないと結構こういう高い けど、バスとか地下鉄ってまだまだ全然、だから公共交通機関って増やす余地があるよな、まだまだ。電気が足らない？ん？あ、電気？ん？電気が足りないわけがない。ああ、そうか、そういうことか。じゃあ、こっちの4つつけて。
死んでるな結構。ある程度あの高層地帯に関しては遺体を回収する霊柩車っていうのはそれなりの頻度でないといけないんだけど、ちょっと減っちゃ霊柩車の数が減っちゃったからな。これでまた収入が落ちるってことになるから、収入落ちると悪循環なんだけど、どこをどう減らすかっていうの難しいよな。なんかえらい死者増えてるよな。83の61、61で平均寿命72だから多いとは思わんしな。多くはないよな。2つあるからな、ここら辺も。まああんまり減らせられないよなっていうか。住宅需要がとにかくない、今はまだ。これなんだ。移動しないとね。
病気が多くなるのかな。あまり詰めすぎると病気になりやすいっていうのを聞いたことがある。ダメだな、住宅需要がまだ現状はまだ増えてない。出なかったっけ。これはコスト安なんだよな。コスト安でなかなかいいものが作れるんで、地価を上げる対策になるんで。水はどう思う？死亡者数が減るといいんだけどな。ちょっと警察が意外と大事かもしれん。コストが安い中で充実しているものは何かっていうのも考えてもいいかもな。問題はここなんだよな。水とかも全然大丈夫だしな、今のとこ。1個ずつ撤去してもいいかも。どっちがいいんだ。こっちかな。で、浄水能力で
でもう 1% 2% ぐらい上げればいいと。早く復活しないとダメだよな、住宅需要。あんまり行き詰まりを見せそうだよな。早く需要が復活してくれることだろうな、希望としては。Thank you.
してますね。これわからないよな。まあ普通にこれでいいと思う。すごい渋滞してるな船。船着き場。まあ、ここは使われてないからあれだけど。人少ないけど、ここはさ、地下鉄ができましたね。バスだけじゃ、今まではバスしかなかったんですが、地下鉄もできたことにより、果たしてこの辺の需要どう変わるんでしょうかということで、ちょっと今回短めですが、ここまでにしたいと思います。見ていただいて、ありがとうございました。よろしければ Twitch のアカウントフォローお願いいたします。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。ちょっとプレミア公開ですが、8日って言ってたんですが、もしかしたら少し後に伸びるかもしれません。買って何曜日だ、月曜日か。もう一日後にずれるかもしれません。はい、そして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。はい、シティーズスカイライン、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。